このアムロのですね、南米で降ろすからみんなには内緒だぜっていう会話を、えー、ミハ三春は聞いています。ですね。えー、南米っていうふうに言いますですね。この時の三春はですね、スパイの顔に戻ってるんですよ。だからあの、三春はですね、その、会に見つかって、もう会に囲まれたからといってですね、仕事を辞めたわけではないんですね。あの、三春ので、今回その、富野さんが書こうとした三春ラトキエという少女は、 何がすごいのかといってですねそのにに心を完全に許さななないんですよねなかなかそうじゃなくて生き延びるために女の顔を見せたりか弱い自分を見せたりイの見てないところではもう一回牙をむいてスパイに戻ったりっていうことを素早くこう動いてるんですよ。でそれはこういう状況の中で生きざるを得なかった子供一人の女の子の生き方 生き延びるための生き方であると同時に、その中でも嘘じゃないんだ。半分は嘘じゃないんだって一生懸命会に分かってもらおうとする。その中んかげさとか、この両方伝えたいんですね。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。